暇ー暇ー、なんか面白いことないかの。小林幕府。雄介将軍は趣味がなく退屈な日々に飽き飽きしている。そんな雄介将軍の心を満たす家臣や流れ者があれやこれやと新たな趣味を提案する。趣味特技発見トークバラエティ、合言葉はいい趣味作ろう小林幕府。始まり始まり。大名の者たちごきげんよう。ということで始まりました小林幕府。ちなみにですね、あの大名たちというのは視聴者の皆さんのことでございます。はい、よろしくお願いしますよ。そして私なんと将軍という設定です。服装見たらわかる、それなりに偉いわけですよ。あ、膝とか。はい、そして、ま、AD の家臣がおり、にぎやかしの家臣がおりというようなラインナップでお届けさせていただきます。この番組はですね、僕が新しい趣味を見つけていこうというそういうコンセプトで始めた、番組でございます。そう、何か番組をちょっとやってみませんかということを言われまして、まあ、でも僕やりたいことが特にないんですよと言ったら、じゃあむしろ趣味を見つける、なんか面白いことを見つけるようなコンセプトでやったらいいんじゃないですかと言われて、なんで幕府っていう設定になったかはなんでだっけ。ちょっと語呂がいいからっていう。あのいい趣味作ろう小林幕府って。すいません、語呂がいいからっていう。そうだね、いや僕も気に入っちゃって、それもやっぱなんで30代のこう壺に刺さるというか。早速第1回目何をするかというと、今日は家臣が筋トレ器具、健康器具をなんと持ってきてくれました。なんで筋トレグッズなんですか。最近声優業界で筋トレが流行ってるみたいな。いやいや、それは佐藤拓也だけです。それでは早速試していきましょう。はい、それでは始めていきましょう。ええユニクロ現代異世界召喚かって。はい、まず一つ目はですね、パワーリストに挑戦していきたいと思います。パワーリストって俺知らないんだよな。絶対こんな顔しねえから。何これ、見たことあるけど。回転球は勢いがつくと暴れ玉に変化する。紐の先端を回転玉の穴に差し込む。これか、ここに差し込む。勢いよく紐を引っ張り、回転球に縦回転を与える。でその後すかさず回転球が出ている。これ何を鍛えるの。俺だけじゃん。手首を鍛える。そうです。あ、なるほどなるほど、いきたいと思います。よーい、スタート。地味。え、あ、横、こういうこと。そうですね。どうですか。あ、回転止まっちゃいました。止まったね。いきます。せーの、こうね。あ、そんな。わー、来た。螺旋の力が来てるよ。あ、ほら弾が。ちょっと待って、これ絶対止まる。え、これ何をしたら終了なの。永遠に。嘘だろ。あ、すごい、どんどん加速してるのが分かる。わかる。おお、いいっすね。音が、すごい。これはもう、あれやるしかないでしょ。螺旋丸。俺ボルト出てるよ。ダメ。あの、俺は螺旋丸行ったことないけど。そっか。二つ目はスボロングマット。ロング絶対痛いやつ。はい、次。ちょっと待ってよ。靴脱いでもらって。分かってるわ。ボケな。待って、これもう
歩譲ってね、歩譲って、いや、いいよ、ここらへん。あのさ、これ何これ絶対健康器具じゃないでしょ。これさ、穴開くよ。本当にやんなきゃダメ。ねえ、本当に、あの、なんでこんなに嫌がってるか、あの、声優男子ですがって番組見ればわかるから。はい、はい、はい、ちょっと待ってね。動かな、いけ、ば、いけ、痛い痛いねえ、誰かさ、ちょっと手貸してくれ。あ、誰も映ってくれないのね。分かったよ。これねえ、これ初回やん。あ、3つ目はですね、重いフラフ。ちょっと意味が分かんないですね。あ、これですね。だいぶ瀕死状態。いや、別に普通、ちょっと今なんかふーんとかやろうとしたけど、予想以上に軽くて普通。回すと結構きついらしい。そういうこと。あ、でもちょっと一つだけ言っとくんだけどさ、なんでフラフープ回せる前提で企画立ってるのかフラフープなんて小学校以来触ってないわ。こう、いや、お、お、あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。それ、いや、落ちるやん。それで、こっち、ちょっと待って、回せるまで帰れませんとかじゃないよ。ちょっとコツ、なんかない？カメラ、ちょっと、彼が一番できる。本当に？あ、いや、そんな、僕がカメラ持ちますよ。いや、これ、お、すごいっていう感じです。え、もう取れなんかできたでしょ。結構激しい腰の動きする。そうですね、そうですね、結構激しく。え、これ事務所 OK やん。 OK です。嘘か。OK じゃない。初めて電波にマネージャーの声が鳴ったぞ。ちょっと分かった分かった。30秒で、30秒で何回できるかやってみましょう。そういう企画。30秒で、30秒で何回できるか。うん、20回、それはカメラは20回でした。じゃあ、とりあえず30秒で何回、ちょっとカウントは任せますよ。はい、30秒からいきます。用意、スタート。お、お、お、え、はい、終了。よっしゃい。最後の方、カウント不可能だったんですけど。まあ、え、嘘だよ。9回ですよ、マックス。9回、はい、9回。あー、でもね、AD 家臣よりはいけたってことですね。はい、ということで今日は筋トレ器具、そして健康器具を試してみました。いやーね、意味あったから。ちなみにもう一つあってね、なんかツボヘッドストロングってのがあるらしいんですよ。どれのことだろう。ツボヘッドストロング、ええ、あ、ユニクロ。あ、すいません。あ、これですね。これそうなんですよ。これあのさっきからずっとつけてるけど、意外とね、力が強いから、なんか頭今ちょっとじわじわしてる。これは絶対にいいね、健康器具としては。あ、判定、これが果たして僕の趣味になるかどうか。はい、それじゃあ改めて判定していきましょう。筋トレ健康器具集め、ゆうすけ将軍の趣味になりません。筋トレと言われて真っ先に僕が鍛えたいのはですよ、ここ、お腹、一番最初の、あの、いらない足つぼ、マジあのって感じだし。で、まあ、フラフープ一応お腹鍛えられる。いや、お腹鍛えられるやつなんだけどさ、できないやん。だったら普通の腹筋やるかなっ
って、ね、だったらあの倒れるだけで腹筋またこうとかやった方がまだなんかいいかな。ちょっとまあ唯一ちょっといいなと思ったらこれですかね。うん、ということで残念。まあでもいろいろ新しいものが見えたってことはいいことだったと思って、そこは本当にナイスセレクション。かしこまりがとうございます。ちょんまげみたいだったな。番組では皆さんからの感想をお待ちしております、ハッシュタグ小林幕府をつけてツイートしてください。感想だけじゃなく今後僕にやってほしい企画や趣味なんかもあったらぜひぜひ投稿してください。 YouTube とニコニコで配信されているニジスタチャンネルの登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは大名の皆さん、ごきげんよう。